はい、こんにちは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はですね、釈迦湖って言って、佐賀の嘉瀬川ダム のほとりにある湖を走っているんですけれども、ここの道がですね、くねくねしていてアップダウンも激しいということで、僕自身はですね、結構好きで、よく走る道なんですけれども、この道を走りながらね、こうマニュアルの運転は楽しいっていうのをちょっと紹介しながら、運転してみたいと思います。で、今運転している S660 っていう車の6速のマニュアルなんですけれども、なぜ楽しいかっていうと、車高が低くて小さいっていうので、小さい車っていうのがですね、僕自身個人的に好きなので楽しいっていうのもあるんですけれども、この車幅の間でこうアウトインアウトができますから、今からこう下った先左コーナーなんですけれども、シフトを今4速で走っているので3速に落とします。で、ここでこうアウトからインに入っていって、また加速しながら行く、走り抜けていくみたいな形でこう考えながら運転するっていうのが結構楽しいんですよね。なので、車ってこうただの移動手段として考えると、道具なんですけれども、僕の中ではこう A 地点から B 地点へ移動するのを楽しむっていうふうに考えると、道具は道具でもおもちゃみたいな感じなんですよね。それでこう楽しむっていうのは、運転が上手になりたいっていうのもあるんですけれども、面白いかなっていう気はしますね。で、当然運転が上手になればなるほど、こう事故をする確率っていうのも少なくなると思いますので、いいこともあるのかなと思います。で、このここからがまた面白いので、ちょっと解説しながら運転しようと思いますので、まずはこうシフトを下げるとき、シフトダウンなんですけども、なるべくこう回転数をきれいに合わせるっていうのが必要なんですが、これがですね、結構難しいんですよね。で、どのぐらいの回転数で走るかって言われると、僕の中ではこう頭で考えるっていうよりも感覚的なもので運転していることが多いかなという気がします。で、このクネクネ曲がっているところもずっと今3速で走っているんですけれども、こうアクセルを踏んだり抜いたりっていう形で、こう横 G を抜きながら走るっていうのを意識しながら運転しています。で、こうハンドルを切るときも、どこのタイヤにどのぐらい荷重がかかっているのかっていうのを考えながら運転すると面白いんですよね。だ、そうするとこうアクセルの踏み方だったりだとか、こうハンドルの切り方みたいなものもこう意識しながら運転するというのが、個人的には面白いっていうのがありますもんね。で、あとはですね、こうタイヤの気持ちになってみるとか、こう車の気持ちになってみるみたいな形で運転するのも面白いのかなという気がします。こうタイヤをこじるっていうんですかね、無理させると、どうしてもこう横滑りして思ったように走らないんですけども、それはタイヤが嫌がってる状態ですよね。タイヤが嫌がらないためにはどんな運転をしたらいいのかっていうのを意識しながら運転すると、これはこれでですね、楽しいんですよね。だから速度だったりだとか、ブレーキの踏み方だったりだとか、ハンドルの切り方、アクセルの踏み方みたいなものをずっと意識しながら運転すると、こうどこにどのぐらい負担がかかっているのかで、なるべくこう負担がかからないように運転するためにはどうしたらいいのかっていうのを考えながら運転すると、だんだん上手になっていくのかなという気がしますので、それは街中で走っている時も一緒ですよね。街中でもこう交差点を曲がる時に、どのぐらいのタイミングでこう減速していって、どうやって曲がったらスムーズに曲がれるのかみたいなものも考えながら運転すると、やっぱり楽しいんですよね。で、ちょっとここで U ターンしますね。こうどうやったら車が喜ぶのかっていうのを考えながら運転するっていうのは、物を擬人化するっていうこと自体がいいことかどうかわからないんですけれども、僕自身はですね、やっぱり愛車っていう言葉があるぐらいなので、こう普通のこう物とはちょっと感覚が違うのかなという気がするんですよね。で、今曲がる時もこうライン取りっていうのもある程度意識するんですけれども、僕個人としてはですね、ライン取りよりもこうタイヤが
喜ぶか嫌がるかっていうのを意識しながら運転することが多いのかなという気はします。それはですね、カート上でカートを走らせるときっていうのも僕はですね結構一緒なんですよね。こうライン取り、そうで意識するんですけれども、ライン取りがまあ8ぐらいで、タイヤは10ぐらいみたいな形で、こうタイヤに対する意識の方が僕は大きいかなって思っています。ここからこう下りながらちょっとくねくねするんですけども、下りながらのこう曲がるっていうのはどうしてもフロントタイヤに負担がかかりますから、それをどうやってこう負担がかからないようにするのかっていうので、こうハンドルを切って戻したりだとかっていうので、ちょっとこう舵を抜いたりだとかっていうのも意識しながら、でブレーキを踏むタイミングもなるべくこう早くして、ブレーキを踏みながら曲がる時間っていうのを短く、なるべくこう減速してから曲がるっていうのはこう意識しながら運転していることが多いですね。こういったところは難しいですよね。でアクセルを踏むとこう前に進もうとしますから、こうアクセルを踏むタイミングみたいなもので、アクセルを抜くタイミングっていうのもやっぱりこう意識しながら運転しています。